すべて叶うなら夢や希望は夢じゃなくなんのかな。やりたいことがそこにあるのなら高い壁でも登るべきなのかな。人だからきっとだから浮き沈みを知ってるから、人だから悲しみを乗り越えてゆけるのだろう。願い事が叶うように流れ星待つだけじゃ何も変わらないから、ことが全て実るなら誰もがみんな一番なれっかな。掴みきれない未来があるから誰もがみんな掴もうと願う。今だからできること、その時その時がある。誰もが傷つきながら生きて、その度痛みの中優しさを知る。強く光るイメージを持って逃げそうになる自分と戦って、輝く未来勝ち取るんだ、自分の未来切り開くんだ。願い事が叶うように流れ星待つだけじゃ何も変わらない。何も変わらないから。